お絵描きをしていただこうと思います。はい、じゃあシャオロン手伝ってください。さあ、シャオロンがみんなに色紙とマジックを渡します。今から3人にはもしもし今から3人にはお正月欲しいものを書いていただきましょう。はい、はい、さあお正月の欲しいもの3人に書いていただきましょう。着るんかい、着るんかい。何やってんのかな。あ、着れなくなった。え、着るの。はい、着るんかい。もうそろそろみんな嬉しがらないから。はい、じゃあそれでは書いてください。さあみんな欲しいもの書いてくださいね。さあお正月です。皆さんもね、たくさん欲しいもの、お年玉もらったお友達は会えるかと思いますけれども、3人は一体何が欲しいんでしょうかね。さあ3人の欲しいものを聞いてみたいと思います。今度はですね、お絵描きにして皆さんにクイズにしたいと思いますので、ぜひ3人の上手なのか、たまにてん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 っていう絵もありますけれども、ぜひ当てていただきますようお願いいたします。おお、マイちゃん、ドアラ、今日は。え、今日はって何や。たまにすごい絵の時あるもんね、ドアラ。さあ、今日はやっぱり新年早々ということで気合が入っています。さあ、え、なんかみんな同じようなこと書いてるような気がしないでもないんだけど、ポーちゃん書けた。おお、はいはいはい。さあ、今一生懸命3人が書いています。書けた人から手を挙げてください。書けた人から手を挙げてください。あ、シャロン。はい、さあそれではシャオロンが完成したようです。はい、預かろうか。はい、さあそれではシャオロンの欲しいもの、じゃあまず会場の皆さんに全員にゆっくり見せますので、全員が見終わったところで手を挙げていただきましょう。それではシャオロンの欲しいものはこれです。どうぞ。はい、さあ右側左側全員の方見れましたでしょうか。はい、上の方の方にも見ていただきまして、はい、あ、わかりました。シャオロンなかなかうまいじゃん。さあということでシャオロンの欲しいものは何でしょうか。はい、じゃあ今度魚と一緒に来てくれたのかな。はい、今椅子から降りた女の子。はい、大きな声で、あ、じゃあせっかくだから前まで来ましょうか。はい、はい、じゃあステージに上がってください。はい、じゃあまず皆さんの方を向いてお名前を教えてください。ゆいかちゃん。はい、さあシャオロンの欲しいもの何か分かりますか。で、食べるの。シャロンでも一番好きなのビールなんだよね。じゃあビールのおつまみを電子レンジで温めてお腹気をつけてね。はい、さあそれでは続いてかけた人、アパーロン行く。はい、じゃあアパーロンに今度も発表していただきましょう。さあそれでは皆さんいいですか。ポーロンはこれが欲しいそうです。じゃーん、ポーロンちゃん。はい、まだよ、みんなが見える。
待ってくださいね。さあ、いいですか。さあ、それでは分かった人。椅子の上でね、立ち上がって飛ぶと危ないから座っててくださいね。はい、じゃあ今度はそこの黄色いトレーナー来てる僕前まで来てください。はい、前まで来てください。はい、じゃあステージ上がってください。ドラ何やってんの。はい、さあそれではまずお名前を教えてください。ゆうくん。はい、さあゆうくん、マーロンが欲しいものは何かな。自転車。はい、正解です。マーロン、車諦めて自転車にしたのだそうです。なんか自転車もちょっとバランス、足届くかなって感じですが、じゃあゆうくん、まずこの自転車の絵もらってくれる。欲しい。あ、欲しいそうです。あ、裏には明けましておめでとうというサインも入ってます。そして、ボールも一緒にプレゼントいたしますね。はい、いらない。はい、もらってください。そしてボールです。ふう、2人が。はい、はい、おめでとうございます。じゃあお席に戻ってください。はい、ドアラ、緑かわいい。ドアラかわいいよ。何やってんの。はい、さあということで、君なんかさんざん遊んでたけど書いた OK。 さあそれでは鳥のドアラに発表してもらいましょう。さあこれだけシャオロンとパオロンがうまかったですから、君の絵が綺麗に締めるかどうかにかかってるからね。大丈夫？腕はバッチリだそうです。さあ、それでは分かった人と言ったら手を挙げてくださいね。行きましょう。ドアラはこれが欲しいそうです。どうぞ。なかなかうまいじゃん。なんか結構リアルだね、みんな。はい、分かった人どうぞ。はい、さあ今度は誰にしようかな。はい、じゃあそこの女の子。はい、ステージ上がってください。はい、じゃあまずお名前を教えてください。みやちゃん。はい、さあみやちゃん、これは何でしょうか。自分で洗濯するの。あ、今年はね、自分でお洗濯もするから洗濯機が欲しいっていう、ちょっと家庭的になる。何、ちょうだいって言ってんの。ダメよ、それは自分で働いて買いなさいねえ。じゃあドアラ、素敵な絵をプレゼントしてあげてください。はい、ありがとうって言ってくれました。そしてじゃあドアラ、ボール曲げて。はい、じゃあね、3人の寄せ書きのボールも大切。